みきゃんのチャレンジクッキング。今日は愛媛の名物鯛めしと愛媛の山の芋山地丸を使った団子汁作りに挑戦します。瀬戸内海で採れた新鮮な鯛と愛媛の愛あるブランド産品に認定された山の芋山地丸を使っていきます。今日は素敵なお友達がお手伝いに来てくれてます。コミキャンです。はい、こっち。さあ、みんなで一緒に頑張ろう。では作っていきましょう。お米は研いでから30分吸水させてからザルにあげます。調味料を入れていきます。まずはお醤油を入れます。お酒を入れます。お水を入れていきます。昆布を入れます。みきゃん、ありがとう。人参と松山揚げは食べやすい大きさにカットします。コミキャン、ありがとう。土鍋の蓋をして火をつけます。美味しく炊けるかな。火を止めて蒸らします。鯛めしができるまでの時間で山地丸の団子汁を作りましょう。山地丸をすりおろします。じゃあ鍋にだし汁を入れます。ふわふわしておいしそう。コミキャン、ありがとう。しいたけを入れます。団子汁を器に装います。完成です。できたよ。みきゃん、ありがとう。鯛めしも出来上がったみたいです。よいしょ。うわー、美味しそう。完成です。できたよ。今日は忙しかったね。でもみきゃんとこみきゃんのおかげで無事完成しました。じゃあ早速いただきます。もちもちしておいしい。次は鯛めしを食べます。鯛がホロホロにとろけて出汁が効いてすっごくおいしい。今日もみきゃんのチャレンジクッキング大成功。